こんにちは。本日はですね、パルダリウムの方にサンシャインの蘭店で買ってきた植物を植え付けていきたいと思います。まあここのパルダリウムなんですけど、あんまりうまくいってなくてですね、まあうまくいってる植物といってない植物があるという感じですね。このブセとか、調子悪いんで、これどかしてサンシャインで買ってきた植物植えたいと思います。調子悪いって言ったブセを取ってきたんですけど、まあここの根っこは死んでますね。汚い水に浸かってるとこうやって根っこが傷んで、まあ茎まで、溶けなければ死ぬことはないんですけど、根っこが弱いと陸上栽培だとやっぱりですね、成長がかなり遅くなりますね。サンシャインで買ってきた草、ドイツかっていうとデバリアですね。あとコリバスっていうランも買ってるんですけど、今回デバリアの方を使っていきます。最初見た時エラフォグロッサムかなと思って、お店の人に聞いてみたら違うよということで、まあ、こっちの方が育てやすいかなということでした。エラフォグロッサムが南米の草であるのに対して、これはアジアの方の草だそうです。それでこちらのデバリアですね、ちっちゃいタイプと中くらいになるタイプ販売していて、両方買っちゃいました。まあちっちゃい方がレイアウトに使いやすいですし、でこの中くらいの方ですね、これが綺麗すぎたんで、まあ我慢できなくて両方買っちゃったという感じです。でまあ僕こういうの同じ環境に、全部まとめておくっていうのが怖いんで、まあ株分けしてですね、いくつか2箇所か3箇所ぐらいの環境で育てていきたいと思ってます。まあですので、パルダリウムに植えるのはレイアウト目的と、あとはそのリスクの分散のためですね。仕掛けはですね、横に這うタイプですね。デバリアのミニの方、こちら横に伸びて増えるタイプで、まあ、トキワシノブとかミクロソリウムみたいな感じです。こっちが、ミディアムの方ですね。まあ、それではですね、どこに植えようか考えていきたいと思います。ちょっと荒柱がごけはどかして、ミクロソリウムもどかしまして、とりあえず植え付けてみました。ホマロメナの足元にミニの方、植え付けまして、でこの水際の方ですね、まあ水苔とか敷いてるところにミディアムの方植え付けまして、でまあここにもともとですね、ボルビティスのネグロスっていうやつが植わってたんで、それを上に持ってきました。で今回捨てた植物が枯れたハイゴケと調子の悪かったネフロレピスマリサですね。まあこの環境で育たない植物どかして、適応度の高いものを残していくっていう作業がしばらく続くと思います。もう一種類植え付けたい植物があったんで、それもやっちゃおうかなと思います。こちらはトリオレナですね。サンシャインで初めて見たんですけども、ノボタンの仲間だそうです。でまあ密閉したケースで栽培できて、ただ根っこが傷むのには弱いそうで、しばらく植え替えしないか、まあ植え替えるとしてもこの水苔つけたまんま、植え付けたい場所に置く感じでやってくださいとのことでした。
あ、映った映った。このように白くて細い根っこがびっしり生えるタイプのようですね。根っこが細いんで、やっぱり植え替えると傷んじゃうんじゃないかなと思います。あと葉っぱがしっかりしてる植物なんで、蒸散の量も多いと思います、多分。たくさん水を吸わないとしなびてしまうから、根っこいじめないでっていうことだと思いますね。ちょっとでけえな。トリオネラですね。ここにあります。で、デバリアのミニと、デバリアのミディアム。この、締めしかないんですけど。で、全体像がこんな感じですね。ヒポエステス、葉っぱの赤いやつなんですけど、ここだともやしになっちゃいましたね。多分栄養のそれなりにあるソイルとかに植え付けとかないとダメだったんでしょうね。ここは石の上で背後系に水分含ませて土の代わりにしてたんですけども、それだと足らなかったみたいです。ピレアはうまくいってますね。ちょっと色悪いけど。で、あと毛線ゴケ意外とここ調子良くてですね、まあ毛線ゴケの何の種類かは分かんないんですけど、ぼちぼち綺麗です。まあそれでは管理頑張って、綺麗になった姿見せれるように頑張りたいと思います。